おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よ人です。本日の提供は、7月28日、50歳の誕生日に、兵庫県三田市、里の根ホールで、鴨さんに1000人の前で講演をしていただきますという、日本一大役フランチャイズような山本隆二さんの提供でお送りいたします。もう今週末ですね、楽しみにしていてください。私、燃えております。体調バッチリ、声も出ておりますので、7月28日は最高の講演会やりますので、ぜひ、皆さん、集まってください。 今日ちょっと声が反響してるこれあの、東京エデュケーションギャラリーで撮っております。あの、焼肉マフィアがあるビルの1個下の6階のフロアにオープンしたばかりのセミナールームですね。まあ、セミナールームと楽読、速読ができる部屋と事務局さんがいる部屋と。 あるんですけれども、今セミナールームなのでちょっと広いからかな、声が反響しておりますけれども、まあ、聞こえるでしょうん、聞こえるならセーフということで <laughs> お願いします。<laughs> えっと、あ、そう。え、昨日ね、緊急の放送、生放送をして、それをそのままアーカイブに載っけております。えー、久保田望さんとの対談なんですけど、まあ、単なる対談じゃなくてこれ発表ですね。発表。いよいよ出ます。チャレンジライカベイビーエッグ。 え本日19時30分に100体というもう超少数なので多分クリック合戦って呼んだりするんですけど早い者勝ちで手に入れることができる SBT になると思います、まあ、SBT っていうのは NFT の中で価格の変動がしない 他の人に売買ができない。もうそのまんま、あの、自分のウォレットっていうね、お財布の中に入れておいて大事に大事に一生付き合いしていくっていう、ソウルバウンドトークン。魂に刻むトークンっていう名前のものです。え、これがチャレンジライカベイビーエッグといって、もう卵の中からベイビーが自分でその卵の殻をバーン 破ってるかっこいいあのデザインになってます。えー、これのレッドが95体と、えー、レアノレインボー5体が手に入るのが本日。19時30分なので、ぜひ興味がある方は、あの、これもね、クリック合戦参加してください。僕も挑戦します。買えるか買えないかわかんない。何の優遇もないので、皆さんと同じ条件でありますので、えー、買えるかどうかわかりませんが、挑戦しようと思っております。 本日はですね、もうこれ月末近くなってきましたので、ビジネスウィークということで、ビジネスについてのお話を連続で一週間届けていこうと思っております。 えっと、オンラインサロンカモビズっていうね、ビジネスのオンラインサロンがあって、今、むちゃくちゃ盛り上がっておりまして、えー、日本で一番今伸びてる、会、え、員、ー、数も伸びてる盛り上がってるオンラインサロンです。えー、なんで盛り上がってるかっていろいろ理由ありますが、一番は、日刊カモガシラタイムズという月曜日から土曜日まで、日経新聞の記事と、それをね、みんなで読んで、その後、カモガシラ初見というふうに、この記事を僕はこのように読み取ってるよっていうことをシェアする、 えー、コンテンテツがありますこれ何がすごいかというとアナロジー思考とかセンターピン思考とかクリティカルシンキングなどのようにビジネスで必要なビジネス思考力が手に入るようになっているところが優れておりますで今日はその中から7月の20日にシェアした内容の一部紹介しようと思います、まあ、記事自体はマイクロソフトが、A、生成系 AI でメタと 提携したよっていう記事なんですよ。メタ社ですよ。Facebook と Instagram を運営しているメタ社とマイクロソフトが手を組んで生成系 AI をもっともっと発展させようというふうに言っています。このマイクロソフトの CEO の方はこのように言ってるんですよ。私たちは新世代の AI による大規模なプラットフォームシフトの真っ只中にいると。 ここで新たにメタ社と提携をして開発、推進していくよっていうニュースなんですよ。でね、実はマイクロソフトっていう会社はすでにパートナー企業、提携してる企業がなんと40万社あります。40万社ですよ。すごいことだなと思って、で僕はこの記事に対して鴨頭初見としてこう綴っています。 強い奴ほど他者の力を借りて、弱い奴ほど自力を過信して死んでいく。知ってましたかマイクロソフトはパートナー企業が40万社。さあ、あなたの会社はパートナー企業何社ですかそれはあなたの提供しているサービスを開発したり多くの人に届けるのに十分なパートナーの数ですか もしも足りないなれば、それはなぜですかこの三つの質問を自分にしましょう。もしかして自分だけ勝ちたいのその方が無理ゲーな時代なんです。利益率を上げるのは良いことだが、利益率100%に近づくと機械損失が起きている。現代のビジネス社会の法則を学ぼう。 というですね、この日は文字数にするとかなり少なめの日なんですけど、中身はかなり深い内容だと思っております。どうですか中小企業の方を中心に僕情報を伝えてるんですね。まあ主にカモビズの方では中小企業の経営者の方と、あと管理職の方の場合は中小企業大企業の方もいらっしゃいます。なので、幅広いのは幅広いけれども、やっぱり経営者じゃないですか。 他の会社との企業提携などを決断していくのって、って考えた時に、やっぱり中小企業のリーダーが多いので、質問形式にしたんです。あなたの会社はパートナー企業今何社ですかそれはあなたの提供しているサービスを開発したり、多くの人に届けるのに十分足りてますかそして最後の質問ですね。キラークエスチョン。もし十分に足りていないならば、それはなぜなんですかもうここですね。ここがクリティカルシンキングですね。 足りてないっていうには理由があってその足りてない理由には多くの場合利益を独り占めしたい独り勝ちをしたいって考えていることがボトルネックになってませんかっていう問いが今回の「日刊鴨頭タイムズ」の肝です。 まあ、もちろん僕も中小企業の経営者なので同じように考えている面があるなと思っていて例えば商品開発を誰かにお願いしたら、まあ、例えば商品開発フィーが30%かかると単純に利益率が30%減るんですよもしもう原価率が40%のコンテンツビジネスだったとしたら本来利益60%だがそのうち30%を他の人に渡すと利益半額になるんですねそれが嫌だから自社でやろうとしたりするそのことによって自社 でではできないサービスが機械損失としてて残ってませんかというのが今回の趣旨です例えばうちで提携しているから出来事で言うとフランチャイズビジネスを2つやってるんです例えば落読ってやってるんですけどこれ落読さんっていうのは本部が大阪にあってうちはフランチャイズだから落読の、えっと、メソッドを作ったのは落読さんです だからフィーを払っています。まあ非常に安い10%なんですけどね。でももちろんそれ開口するまでに数百万がかかったりするので、ある程度コストは手出し、先に出すことになります。でも、それを出すことによって、うちだけだったら提供できない速読を提供できている。あと焼肉マフィアもそうですね。飲食店別に僕飲食店経験はあるっちゃあるので、自分でもできなくはないかもしれないが、じゃああの、小崎牛の取引僕ができるかできないですね。 あの、うんと和技術家の鍋、自分が開発できるかできないですね。なので、堀江さんのところと組むことによって、もちろん、フィーを払ったりとか、フランチャイズ契約数千万かかったりとかするので、かなり多くのお金が先に出ますが、でもその代わりに商品開発とか、大崎牛の取引ができるっていうふうに、やっぱり相手が持っている強みをお借りすることによって、自分だけだったら提供できないものや、自分だけだったらスピード感が乗らないものができるようになる。 今回の Web3 おじさんがリリースするチャレンジライカベイビー NFT も同じです久保田望と組んでることによって僕は Web3 おじさんというプロジェクトができて多くの人と出会ってそして NFT や SBT のリリースができているこんなふうに自分だけで独り占めしようと思うとできないことやスピードが遅くなることを誰かとコラボレーション手を組むことによってスピードが上がったりできないができるに変わる その方がこの世の中の豊かさが増えるじゃないかということをオンラインサロンカモビズメンバーに問いかけるそんな投稿でございました。 このようにですね、ビジネスにおいてのきっかけとなるような記事が毎日アップされているのがオンラインサロンカモビズになっております。このオンラインサロンカモビズは毎月1日、2日、3日の3日間だけしか入会できないので、ぜひね、えー、っと、順番待ちラインというのに登録しておいてください。もっと詳しい説明会と、えー、そして入会の手続きについてお届けするようになっております。 ぜひぜひビジネスでもっともっと成果を出したい方や自己成長したいという方はオンラインサロンカモビズの仲間になってください。お待ちしております。ということで今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー